地球は今異世界からの侵略を受けている。我々は奴ら侵略者をキメラと命名した。全大陸が壊滅状態。このままではやがて地球は滅亡してしまうだろう。我々は持ち得る科学技術の全てを積み込み、ついにキメラへ反撃し得るシステムの開発に成功した。捕らえたキメラと使用者の精神をシンクロさせ、制御を可能とした最強の生体兵器、その名はレギオン。ハイウェイをクランアビニュー方面に移動中の隊員につく。付近のレッドシフト進行度はレベル D。 こちらアキラ・ハワード、現場に到着しました。道路上に複数のゲートが出現。避難途中の市民の大多数が汚染されたと思われます。地球は汚染されているのではなく、この世界に吸収されている。あなたたちはこの現状をどうするの？尽きることも実態をつかむこともできない侵略者と、このまま死ぬまで小競り合いを続けるつもり？例のデータカードの解析ができたんだ。厳重なプロテクトがかけられていた割に出てきたのはファイルが一つ。どうやら同じ薬品について試作を繰り返しているらしい。資料の薬品にも未知の物質が含まれているようだし、もしもこの薬が使われてたとしたら何が起こるか想像もつかない。それにしてもまさに奇跡だ。ついに反撃する時が来たんだからな。政府に見捨てられ20年、この薬が俺たちを変えてくれた。レギオンだったか。そいつをいただく。あなたとあの子、かすかにだけど覚えているよ。第09地区で起きた未曾有のパンデミック、その最中この世に生を受けた負担、勇敢な警察官が引き取って育てていなければ研究機関のモルモットになっていたかもしれないわね。その力で世界を救えなんて大層なことは言わねえ。だがお前にとってたった一人の弟はアキラだ。お前が守ってやってくれ。アークに暮らす人々よ、我々に残された時間は少ない。この危機による混乱に乗じ、欺瞞に満ちた正義が偽りの平和を築こうとしている。人であることをして神になろうなど傲慢の極み。手に余る力が必ずその身を滅ぼす。そうなる前にこの手で真の正義を行使。突然のことで困惑するのも無理はないが、君たちは最後の希望として選ばれたのだよ。その手で人類の未来を救ってくれたまえ。期待している。